それでは聖書の方に早速入っていきたいと思いますけれども、今日はルカノ君書の十首章の5節から読んでいただきましたけれども、さっきもお話ししましたように、今日は特に8節9節ですね、あくまで頼み続けるなら、そのために起き上がって必要なものを与えるでしょう、私はあなたあたに言います、求めなさい、そうすれば与えられますというね、有名な御言葉のところからお話をしたいと思うんですけども、これは祈りの原点と言われています、求めることですね、祈りの原点ですけども。 で今日特に2つのポイントでお話したいんですが、ここは何かというと、弟子様がこういう話でからね、あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中に、真夜中ですねその人のと,ところに友,だ友達のところに来て、言ってですね君、パンを3つ貸してくれと友達に言うと、友達友人が旅の途中、どうしたかというと、私のうちへ来たのだが、出してあるものはないのだって落としますまあ、えっと、今ちょうどお正月のシーズンですから、えー 息子、娘が帰省して帰ってきたとところが、もう、童、え、に、ー、入れる餅がなくなった、うんねね、どうしても導に食べさせてやりたいけど餅がない、ね、だから餅を3つくれ貸し,て貸してくれって返すのかな貸してくれってこういうわけですね分かりやすく言えば日本的な話でですねと言ったとすると、で真夜中にねすると彼は家の中からこう答えます面倒をかけないでくれもう戸締まりもしてしまったし子供たちも私も寝ている起きて何かをやることはできない。 真夜中ですよ何時がいいですかね2時ぐらいにしましょうかね。ねでえっとこのね子供たちも私もねこの子供たちが寝てるってのが大きいんですね子供が小さかったらですねやっと子供が寝た子供を起こされることほどですね困ることはないわけであります。<laughs> でこのねでこうあやっと子供が寝たと思った時にガガガガガガッってねでねいうわけですねで子供も私も寝てるんだって怒るわけですね。 ところが、面白いですね、あなた方に言いますが、これ8節彼は友達だからということで起きて何か渡ることはしたいにしても、友達だからって言うんじゃなくて、あくまで頼み続けるなら、でこの時に誤解されやすいのは、こう無理な願いでもかんかこう、むちゃくちゃ頼めば仕方ないから聞いてくれって、そういうとそういうことじゃないこ、あくまで頼み続けるならっていうのは、言語に言えば厚かましさのようにですからね、だから、真夜中でありも変わらず、こんな時間帯に子供を寝てしまっているところに行って、も 頼むなぜそれを頼んだかというと、彼は自分の欲望のために頼んだのではないんですね、訪ねてきた友達に、何としてもご飯を食べさせてあげたい、分かるせいえば、まあ、さっきの例で言えば、この子た,、まあ、この子たちにちっとっては自己中心に来るかもしれないから、まあ、本当にお世話になった友達に、とてもおいしい動物を食べさせてあげたい、独自の人たちに元旦、礼拝を割って帰らせたくはないって。 私は料理が得意だから、道理にお餅を入れて、長崎の道理を食べさせてあげたい。そういうことですね、このつまら、どうしてもこの,この人たちに、訪ねてくれた友人に、食べさせてあげたいって、お腹を空かしたまま次のところに行かせたくない、だからこのこのこの、この友達は真夜中なのにいいのかってことだけど、あなただったら大丈夫だよね、だから、起き上がって何か必要なものを当たるでしょうということで、ここは、この頼まれた方の友達は、実は神様のことを意味しています。 とということはどう,いうことでしょうか。私たちの誰かが来たときにその人の真夜中にどんな真夜中であってもこんな無茶な願いであっても日本人の好きな言葉でいいましょうか非常識であってことしても日本人は常識であることを求める曲が強いですからね。非常識だったとしてもその願いをあくまで厚かましいぐらいに求めれば神は応えてくれますよってことなんですよ。で皆さん厚かましい求めをしてますか こんな夜中に行ったら申し訳ない神様に明日の朝にしましょうってね友達にごめんね朝まで待ってって朝になったら餓死してたらどうしますか朝になったらもう出発してるかもしれませんよこの家でもだめだと思ってそういう緊迫感がないのかあるいは緊迫感があってもやっぱり神様申し訳ないわって思ってしまいませんかそれはね厳きしいことで言いますよ愛がないんです カナン人の女が、イエス様のところに、自分の娘,娘だっけ、のために来て、この子を助けてほしいって言ったときに、イエス様は最初、ちょっと冷たいことで無視しました。こう弟子たちがうるさいから返してくれと言いました。でも、こんなの人はしつこくしつこくイエス様のところに来ました。そしたらイエス様、やっと答えてくれました。一切の人違いに使わされてない。子犬にパンをあげるのは、ね、子犬にパンをあげるわけにいかないと。 この人はカチンと来なかった。全くその通りです。でも、これでもパンはいただきます。それでもしつこく迫っていったレス様は、簡単部ですよ。ああ、あなたの信仰は立派だ。って言ってね。そうまで言うのですかって言って、直しちゃったんです。そういうふうに迫ってますからね。これ、厚かましいぐらいなんですよ。えっと、日本人は控えめで遠慮がちなんです。私はそれはそれで素晴らしさだと思います。 ただし、神様に対してだけはやめてください。人に対して厚かましく、神には遠慮深くやる。これはまずい。<laughs> 人に遠慮深く控えめであることはいいことです。しかし、神に対しては厚かましいほどに求めていただきたいんです。特にこの箇所からいくと、 自分のことじゃないんで尋ね,ねきて、友人にパンを食べさせていたいって言って、3つ返してくれって、私思うんですけどね返すのかなと思うんですけど、まあ、まあ、あるときに返すんでしょう。<laughs> いずれにしても、そうやって求めるわけですよ。で、聖書は、起き上がってね、しつこく頼めば、あくまで頼み続ければ、ね、友達だからでこじゃなくてもくれ、叩いてくれるって言ったんですね。そこまで言うならってことで,でそれくらい神に頼ってるか,頼んでるかってことで。 これは一つ目ね二つ目が求めなさい、そうすれば与えられます。有名な言葉ですけど、これは求め続けなさいの、継続なんです。で、求めなさい、そうすれば与えられます。誰であっても、誰であってもですよ、誰であっても。聖書が誰であってもって書いてるんだから。誰であっても求めるものは受け、求め続けるものは受けるって。ある方は求めて受けられなかったときは、は継続してない。受けるまでもあの、だからもちろん見れでないことを求めたらダメだから、その場合、神様はダメだよって言って。 3回交渉してそれでもダメだって言われたらちゃんとやめるじゃあどうすればいいんですかって聞いて神様に求めてくださいそしたら教えてくれるから御心の一番いいものをでも御心ってそんな狭くないから本当に求め続けていくと神は与えてくれますあっさり引きすぎるんですね一つ厚かましいぐらいに求めるもう一つは継続して求めるというこの2つのことをねしてほしいんですねであの令和は、ね、いろいろあるんですけども ふっと思い出したのは、ね、昨日祈ったらね、1つはあの今度ね、来てくださいますけど光る僕氏。彼はですね、高校時代バスケットボールだったんですね、あの身長で。あの福岡代表になる子だった。バスケットボールで大学も行けたけど、もうこれ以上しんどく行って,ていけなかったんだけど、バスケットやってた。あの身長でバスケットの、えー、福岡県代表になるということは、スピードがすごく速かったんです、ね。で でそのバスケットの仲間と一緒にやってたんですね。で、あのー、その頃にお父さんとお母さんが飯塚に住んでたんだけど、えっと、なんとあそこに引っ越しました、えっと、熊本に牧師として赴任しました。でその結果、彼は飯塚に残された、その辺ね。で、いたわけです。そして、そのまま就職もそこでするんですけども、そしたら仲間たちとたまり場になったわけですね。ね。それで、高校時代はちょっと分かりませんが、少なくとも卒業してからは、 えっと、みんなで缶ビールを飲んでみんなでバーっと飲んでこれで騒ぐわけです思いっきりそれで帰っていくでまあ本人に後で聞いたら騒いでないと虚しくて一人だと虚しくて仕方がないから必死に騒いでたとで朝起きる時に起きたくないなと思いながらあ今日も一日始まると思って職場に行って帰ってきてまた騒ぐとそれで大家さんからそして隣近所からクレームが出てですね 同屋さんから電話かかってまいりまして、ね「なんとかしてくれ」ってでお母さんは電話かけてです、ね「でおね何やってんだ」って言って「分かった申し訳ない」って言ってちゃんと騒ぐ <laughs> それをつり返したわけですねで、まあ、一応教会は行ってたみたいですけれども、ね、あの有名なようにあの中学生の時にね必ず朝は必ず礼拝来るんで,でも後から聞いたらです、ね、あれ言ってたのは練習があんまりはずだから日曜日の朝だけはあの教会に行ってそれを理由にあ朝は休む,休むことにしてたと。 島牧師がいい人で寝てもいいから許可行こって言ったら「分かりました」って言ってちゃんと公民館でやってるからダブトンを後ろにこう4枚引いてこう横になって顔だけキュッて出してそいでこう寝て礼拝してたんですよねそれでも受け入れる漆嶋節ってのは大きい人なんですけどそれでやってたわけですそれ、ね、でお母さんは思ったんですねはあね神様から与えられた大切な子はねこんなにしてしまったってね これでもう本当に食い固めてこの子何とかしてくださいってこう真剣に食い固めてねあの偉いのどの食い固めたんですねここ私が神様がこんなに失礼しましたって真剣に食い固めてこの子何とかしてくださいってこう言おったら神様が言った「国をね私は国を変えるあの旧約聖書から国を,国を作り変えることもできる私にあなたの息子を作り変えることはできないと思うのか」って言って「あなたできますそうだ」って言ってそこから示されて「あこの子は神様って変えられる」ってこう確信が来たんですよね。 これでるやーと思って喜んでたら、朝イカリスマ政界にね来られました、エリシャ牧師と一緒にね、ねえ若い間でしたよね。そしたら、エリシャ牧師がこうたら遠くからですね、ちょっと怖そうなお兄ちゃんが近づい出てくるから、エリシャ博士さりげなくこうこうね離れたそうですう自分の若い仕事を忘れてね。そしたらですね、その子はその若い人が追いかけてくるんですって、これなんでだろうと思ってよく見たら、自分の息子だったこれ愕然伝としたわけですね。その時に奥さんはですね、奥さんはね、 って神様、すいませんって思わず食い改ためたら主に言われたんですよね、もう食い改ためなくていいって、私は約束したじゃないかって、あなたは信じるかって言われたんですよね、分かりましたって言って、食い改ためることやめてありがとうございます、あなたは必ずしがするからありがとうございますってこう、信じてた、そしたらまあね、もう細かいことはもう言いませんけど、あの月曜日ね、みんな集まってて礼拝してた時き、ね、幻を見た、息子さんがねあの、貯めたお金でバイク買うって言ってたんです。ね アメリカ子供チームに行けって言ったらですね当時アメリカ子供チームって言ったんですね今のマーリン関謝の賛美リバイバルキャンプね、うん、マーリン子供アメリカチームって言ったんですけど、そこに行くよに流し合ったから言ったら、ですねあのあ行っていいけど、お金出してくれないと言ったから、何言ってんの、あなたも仕事してお金あるでしょうって言ったんですね、いやあれはバイクを買うからだめなんだって言ってね、ねそして、こうね、切ったわけです。そしたらその後げこの月曜日の時幻ですって夢じゃなくて、幻ではっきりね、賛美してたら、はっきりね、 そのバイクに乗ってカーブするときにバーッう大転倒して大けがするのをねはっきり見たんで幻でね明確に。それで息子さんに電話してねいやこういう幻を見たからねもう絶対頭に行きなさいって言ったんですよ、よバイクのカーブに置いて、ね、で息子さん怒ってですね脅迫する気かと言って切ったわけですね。ね切ったんだけど、この中にですねお母さんがそういう時き言う時っていうのは分かるわけですよね、お母さんは予言できない人だからね神かもしれないと思ってね。ねまあ 自分で一生懸命自分を納得させないと、ね、いけないからねあの、まあ、バイクはまた貯めれば買えるとアメリカはこういかがないといけないし、まあ、ディズニーランドに行ってちょっと箱をつけてこようと友達にこう、ね、ディズニーランドいろいろお土産を買ってアメリカ行ってきたぞ箱をつけると一生懸命自分を説得してですねほいで彼は自分のその貯めたお金でバイク買うのをやめてアメリカに行ったんですそのアメリカのキャンプのマーリンさんの最後のセミナーで一番後ろの席に座ってこんな人いたそうですね 感謝しましょうって言うからワ、イワイってこう,こうしようと思ったら、勝手に行ったら、上に行っちゃって、拍手した瞬間に、ドドーっと声霊満たされて、全くあったんですよね、で一番驚いたのは本人なんですよ、ね、で今でもってますその後ローサンゼルス空港行ったんですけど、私ね、まあね、私、起きてね、1時間ぐらいしゃべくりまくりましたよね。 ーってああそうですかああそうですかって言ってねわしは疲れほっとして休もうと思ったらわーってきてねすったねその後もね飛行機乗ってねに日本に着くまでね眠れないんでもう聖書を読んだら涙が出てきて悔い改めて感謝して悔い改めて感謝してでその後彼のバスケの友達がみんな救われたんですよ、ね、全く変わっちゃったんですよねでもなかったらねお母さんがね悔い改めた後祈ったんですね この困難としってねおしたらね、たら申し訳ないけどあの子は音楽が全く関係ない世界だったんです。それなのに他に誰もいないから平牧師が PA を教えてくれたんです。他に誰もいないから。そ <laughs> したらそれがものすごく彼にとって武器になってそこから発展して今度はコンピューターあの仕事のコンピューターの勉強日に行って、ね、職業訓練でねそれであのどあなんだっけ PC デポに勤めて。 その二つが彼の武器になってしまったんですねでもね祈った人がいるんですよ厚かましくも「神様のために使ってください」ってお酒飲んでビールの頑張らまいて周りに騒いで「はい分かった」って騒ぎ続けた申し訳ないけどちょっと悪い言葉をあえて言いますよねどうしようもないこの子のために <laughs> 厚かましく求めた人がいるんですよ でで言葉をもらったんですさっきの人もそうでしょ、あの、カナン人の女も、無視されようと、仲間に何て言われようと、神様から言葉をもらうまで行き下がらなかったんですよ。それぐらい厚かましく求めてますかね、愛する人のために。賢くなりすぎないでね、恵みなんですよ、ふさわしくないのが受けるんですよ。 あなたもふさわしくないし、私もふさわしくないけど、その人だってふさわしくない。でもふさわしくなくても受けれるんですよ、十字架があるから。主は復活されて今生きておられるから。それを神に求めるんですね。もう一つは経徳なんですねで。もう一人はですね、光くんを言うとですね、もう一人今度の殉教正解でやってくれるのはですね、えー、もう一人音響を一緒に習ったのはですね、都市は牧師なんですね。 で彼はですね、小学生の時に2月5日に一番最初の長崎教会の街道で宣伝式を受けた宣伝を受けたんですね。これ可わいらしかったですよあ。なんかね、泣きながらね、本当と可愛らしかったですね。あの怖い顔の前、もっと可愛らしかった。でね、それでね、アトピー性皮膚炎が完全に癒されたんです。完全に癒されたんです。小学校7年生、3年生って言うんだった4年生っ完全に癒されたんですね。それはもうまさに奇跡です。今に至るまでになってないから、完全に癒されたんですね。 そ、ね、れでね、ところがね、それで元気に、ね、あってですね、よかったんですけど、小学生の時にね、佐賀市代表なんです、サッカーのね、えー、イヤサイね、上手くてね、ところがですね、中学入ってですね、あの元気にやってたんですけどね、まあ、勉強もそこそこできたし、サッカーもできたから、ね、よかったんですけども、えー、っと髪の毛が抜け始めたんですね、えー、っとなんていうんだっけ、脱毛症、ね、そして最初は小さかったけど、大きくなってきて、それで、 学校行けなくなくったんですねでみんなにもバカにされる超年頃だから、ね、おそらくその前できてたからネタ言もあったでしょうね、まあ、バカにされてほい学校行けなくなっちゃったそ、ね、したらお母様はですねショックでねそれでね最初教科書取っても来ないからね毎晩夜8時になったら家族だんだんなのにスーッと抜けて一人で部屋に入って祈るんですで最初どうしたけ分かんなくて何してんだろうと思ったけどちょっと気になって行ったら祈ってるからね よく聞いたら自分のこと祈ってるからね喜ばなかったやめてくれと思ったんですって祈ったってねどうにもならないやめてくれってもうほんと嫌だったそうですねところがお母さんは辞めなかったんです1年間で1年ぐらい経った時にトシヤ牧師にですねトシヤ君にですね教会行ってみないってこう聞いたんで,で行こうとそれまで思っていなかったのなぜかその時。 行く,、うん、くって言ったって言,うんでそう言った自分が不思議だったと言いますよね彼はこれ祈ったからですねこれ行ったらそこで、まあ、当時教師んですけども教師牧師に言われてこうがすごくね昔聞いた歌であなたの目「私の目にはあなたは声たって私はあなたが一人」ってる言葉だったのかなそういう心に響いて毎週行くようになってで学校行ける祈ってもらって、えー、一月ぐらい立ったっといかな行ってみた一番最初は大事に久しぶりに行った学校でね自転車置き場かなんかのところらへんで昔の仲間がね 向こうからまっちゃんと言って声をかけて近づいてくれたこれはもうね恵みですよそれでスーッとクラスに入っていけてでそこからいけるようになったあの有名な中学3年の最後のリレーの時にですね彼はアンカーを務めてですねで彼はあの帽子をかぶってたんですけどずっと最後に帽子を脱いでトラックを一緒するんですねでお母さんがもう涙の感動ですねでゴールインした時もうクラスメイトのみんながねぶわって抱っこを閉めてくるでも下級生の何人かがね 笑ったそうですね。そしたらね番長みたいな怖いのがいるんですけどそいつが池に立ち上がってです、ね「<laughs> 今ってたどうやった!」ってひと言言ったんですって <laughs> そしたらかけなから「ちぐって笑いだもしなんですね」だ <laughs> から,らすごいそれでその,その怖いこと長くなったんですって <laughs> それから誰も笑わなくなったって <laughs> おいすごい笑ったんでみんな大歓迎でねでそれでそし卒業式の時に卒業文集で何でもランキングで あの将来、社長になりそうな人1番どうしたかな、金持ちになりそうな人1番、この2つはよく分からないんだけど、それで彼がとにかくうれしかったな一つだってね、ラジオで1回インタビューやったんですけどね、泣いちゃってね、ラジオで流れると困るんですよ、テレビだって感動だけど、ラジオで流れたらしれないからね、一緒にいて一番楽しい人のランキング1番だったんです、彼はこれはね、感動したそうですね。 本当に学校も行けなくて暗くてバカにされた自分が一緒にいて一番楽しい人になったんですね彼はこのこと言う時に、ね、泣いちゃったんですよねで最後トラック一瞬回った時に帽子を脱いで回ったことを話す時お母さんが泣くんですよねそしてそれは彼はそのままあのまあえっと北高に行ってそれで佐賀の北高っていうのがあるんですけどそこの通知線が南行くみたいな南行くんしちゃってねでそのまま卒業してでその後長崎来て牧師になるわけですけども これもねお母さんがね1年間祈ったんですよね。おそらく1時間ぐらい祈ったんですよね、ずっとね。教会行かないって言って、何で行ったかって、ね、祈りがあって、行ったわけ止まらなかった。行って回復して、写真が牧師になっちゃうことになった。なぜかっ祈ったからですね。ある方はね、厚かましくないんですね。あまりにも、なんていうかな。 常識的なんですなんで神様に対してもっと非常識にならないんですか人に対して私が非常識にならないと言ってませんよ。やめてください。クリスチャンはそんなのかというと困ります。神様に対しては非常識なぐらい厚かましく、ずうずうしく、もっと大胆に愛する者の,のために祈りましょうよ。その人がそれを受けるにふさわしくない。 あなたも私もその人もふさわしくないですよ。でも、十字架があるんでしょう。そんなに十字架を小さくしないでくださいよ。もっと大胆に求めていいじゃないですか。そしてね、次、継続なんです。答えを受けるまで祈り続けるんです。求め続けなさい。そうすれば、えー、与えられます。まあ、探しなさい。そうすれば見つかります。待機なさい。そうすれば開かれますね。いろんな扉が閉ざされていても、叩き続ければ開くんですけど、継続なんですね。だから、 厚かましいぐらい大胆に非常識なくらい大胆に求めることともう1つはそれを答えられるまで継続して求めていくっていうこの2つなんですね。でこれはね実はねそれをするってこと自体が信仰なんですよだってあのパウル・牧師シーはねあのパトモスの時かな何かで言ってましたよね、えっと、家族で生きなさいって言って給料の10倍だから無理だと思ってすぐ諦めて祈ってなかったと神様にあなたは求めていませんねって言われて悔い改めて求めたと。 求めながらも最初すぐ来ないと思ったとね、まあ。そしてあの場合はね最初まずけ捧げさせられましたけどねねねまあ、検視者の場合はそのよく,く捧げられましたよねで,でまあ捧げたら10倍来たんじゃなくてあれ15倍来たんですで家族みんなでパトモス行っただけじゃなくてその後イスラエルも行けたんですねで23年経った後また神様に問いが来ましたって言われて言われた時にまあ、自分は ね、あのミッションから出るし奥さんも予言者から行かなきゃいけないけど息子さんは、ね、そんなお金は無理だと思った祈ってなかったらまた神様にあなた、求めていませんねって言われて悔い改めて求めた今度は、ね、はっきりもうこれはヨハネ君だとも明確に分かるようにしてくださいって言って祈って求めたでも祈りながら無理だと思ったでも求めたそしたら2日のうちに今度はもう明確に分かる形で来たって言ってそのパートもして献身したんですヨハネ君は。 で人生全く良かったで面白いですね求めた厚かましく神にどっちもねそこまではねヨハネが自分で求めちゃうんですが求めたんですそのあとは今度ヨハネになりますよ間違いなくてでもそうですねっていうことはそこなんですね厚かましいぐらい求めないと皆さんね必ず答えられるんです答えられるまで求めるってことはってことは絶対答えてくれるって期待感があるから、ね 今、恵みって言われてますけども、あの恵みにすがりついてください、受けるにふさわしくないものを受けるのは恵みだから、もっと大胆に神様に求めて受けましょう。人が証を聞いたときに、あよかったわねって言ってね、あそれなら私は別に神が求めなくて自分でできるわって思う、そういうレベルな証ではなくて、あ頑張ったのね、あなたはっていう、そういう証しではなくて、それも神様ねって。 本当に神様っているんだねって言いたくなるようなレベルの神の恵みと祝福を神様の方は与えたいと思っている。あなた自身にも、あなたの愛する人にも、あなた自身にも、あなたの愛する人にも、今、人のこと言いますけど、自分のことを求めていいんですよ。厚かましいほどに自分のことに関して、神の栄光のために、そして人々のために、愛するがゆえに、そして答えられるまで求めるんです。そうするとね 来るんですで今日ねはっきりう祈り言われたね祈ることを求めることをで厚かましいぐらい求めるということと答えられなくて求めろということを言いなさいと言,言,言われたんですよねでこの2つこのあと、ね、例えば「動くください」というのに、ね、蛇下さるものはいない父親はねくくださいって言ったら「動く当たり前ですねい」「いもの来るに決まってるんですよね」 思わずももて痛くななるようなもの、ね。そしてその後はさそりかなあの卵く下さいのに誰がそり当たるかって卵ちょっと脱線しますけど時間があるから、あのー、生卵って食べないんですね海外ではあんまりね, <laughs> ね中国でも食べないらしいですねあっためないへえと思ったんですけどで卵下さいって言ったらサソリじゃなくて卵をくれるゆで卵かスカランブルエッグか。<laughs> ね わかりますか。何かっていうとまああ,あそれからなんだっけサニサニなんだったっけえっエッグサニーエッグそう目玉焼きのことねサニーエッグね,ね,ねそれそれで何かっていうと卵くださいっ,言ったら、そうやったらひさすらくれないって、ね、悪い悪いものであっても良いものを当たることを知ってると。 で、勢力を出さないか、あるかって、まあ、これ別の話なので、まあ、それじゃ言いませんけど、勢力を出さるって書いてあって、良いものをださるんです、神様は。で、その人にとって一番良いもの、あなたにとって一番良いもの、だから、時としては私たちが求めるものと違うこともあるのは、私たちが自分の一番良いもの、その人に良いものじゃないものを求めることがあるから、でも、本当に良いもの、多くの場合はね、 我々が、ね、1番じゃなくてね3番目4番目2番目なんて言いません大体56番目のものを求めるんですよ。なんて,なん,てなんていうかな小さいっていうかのここ弱いっていうかもっと大胆に一番いいものを求めたらいいんじゃないですかね。神様この人に本当に神が用意してる最高の一番の人生を生かしてくださいっていやもうちょっとあそこで脱線して越してしまったからって全部駅にできるでしょう神様は。 モーシャの40年生きているとき、誰がその後の人生を考えましたか、ヨセフがこう奴隷になったとき、囚人になったとき、最後の2年間、おそらくヨセフは死んではいたけど、ああと思ったし、おそらくもうおしまいだと思った人もいたと思う、外から見たら。でも逆転したでしょういや、ね。神様は我々の考えてもいないような素晴らしいことを用意しているんです。 もっと大胆にもっと大きく求めてください。自分に関しても人に関しても厚かましくなりましょう、神に対しては。あえて言いますよ、神様に対しては非常識になりましょう。真夜中にお越しに行っていいんです。真夜中にパン三つくださいって非常識でしょう。でも時々ね、安息日関係なく。 電話してきたり、メールしてきたり、いろいろ言ってくる人はいるんです。でもそれは自分のためじゃなくて、愛する人のためです。でも私は神ではない。<laughs> 神様のところに行ってください。もちろん、あの必要なときには行ってください。安息日のもう週は週だから、やらなきゃいけないことって本当にあるから、特に切羽詰まってるときとかねた。ただ、別に今日しなくてもいいことを言わないで。<laughs> ね、それはお互いに ちゃんと安息日を守るっての約束する命令だからね。その上でそれを超えてやらなきゃいけないときってあるからね。そこら辺はね、大事に。でも、神様には関係ない。本当に神様には、真夜中であってもいいから行くのです。しかも、パン3つのために。でも、このパン3つは、この人にどうしても食べさせてあげたかったんですよ。ええまあ、私の場合はチョコレートパンにしてください、ええ <laughs> ね。レタスがいっぱい入った、 サンドイッチ <laughs> 野菜食べないといけないからね,ねレタスとトマトが十分に入ってるサンドイッチ、ね、それとチョコレートパン <laughs> 伝えておきます <laughs>、ねまあ、くだらないと思うけどそういうことをもっとね素直に大胆に求めるなりたいね神様に申求めるのにねそのチョコレートパンなんてとんでもないね やっぱり神様見心が一番健康的に良いなんかこうなんかそういうものを堂々ってねもちろん健康的に良いものはいいですよもう特に60代になったらそう思いますでも素直に大胆に求めていいんじゃないんでしょうかね明らかにまずい時は神様がちゃんと変えてくれますからそれに3つのうち1つぐらいは好きなものがあっていいんじゃないんですかね <laughs> くだらないと思うでしょうけどね結構ね生真面目なクリスチャンはねそれをしちゃいけないと思っている人はいるんですよ 自由になりましょう。神様に対しては、厚かましくなりましょう、主に対しては、十字架で救われて、贖がなわれた民なのです。キリストが代価を払ってくださったのです。私のためにも、あの人のためにも、もっと大胆に厚かましいぐらい求めましょう。まず、永遠の命、そのに献身した人生、献身って別に牧師になるってことじゃないですよ。 神に捧げたクリスチャン、神に捧げた大学生、神に捧げた学生、神に捧げたサラリーマン、神に捧げた主婦、神に捧げた八百屋さん、神に捧げた経営者、神に捧げたのは絶対間違いなく最高の人生だから。これ間違いなく神が戦ってもらえるからね。ねねそして具体的なことからあるでしょう、経済、健康、人間関係、仕事、学業、求めてください。 そして答えられるまでしつこく祈る、しつこく継続して祈る、ねで、それはね、恵みを具体的に見る大きなポイントなんですよ。それはね、できひね、覚えてほしいと思います。イエス様はあの、ね、答えたくて仕方がないんですよ。祝福したくて仕方がないんですよ、父なる神様も、イエス様も。もっともっとあなたを祝福したいし、答えたいと思っています。 本当そう思うと思思といますねだからそれをね、ぜひねあの、覚えてほしいというふうに思います。今日は2つね、ポイントは、1つは、あくまで頼み続けるなら、厚かましいぐらい大胆に、神に求める、自分のこと、愛する人のことを、遠慮しないで、あえて,あえて言います非常識なぐらい大胆に、2つ目、答えられるまで祈り続ける、まあ、うんと分かれはしつこくですけど、継続して、答えられるまで祈り続ける。 その時に私たちは主の驚くばかりの恵みの大きさ祝福の大きさをに気づくでありましょうねそれをねあの覚えてほしいというふうに思いますお祈りします天のとおさま御言葉ありがとうございますよーく知っている信仰の原点求めなさいってことなんですけども私たちは自分のことそして愛する人のことのためにもっと大胆に真夜中にお越しに来た人のように神様のところに大胆に遠慮なく 求めていくことができるようにそしてまた答えられるまで、イエス様諦めないで求め続けることができるように、そしてあなたの驚くべき答えを具体的に見ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。